4子全体使って少しこう胸を広げるようにして脇の下に流しています。今度は流したラインを中指、薬指をメインに使って螺旋を描きながら脇の下に流していきます。でこうね、この辺に来るとちょっと張り感があるのがなんかあるかな。痛くないですか？大丈夫です。胸の中心だとあばらの骨があるので骨っぽい感じで、だんだんね胸の大胸筋や小胸筋があるので外に来ると筋肉的な感じが指に感じると思うので、それをほぐすイメージでやっていきます。そしたら今度は少し鎖骨の方に寄っていきます。さっきのラインがここで鎖骨がここ、この間をいきます。四全体で胸を開くようにして流す。中指、薬指をメインで使って螺旋を描きながら脇に行く。くるくる。今度は鎖骨のすぐ下、このラインをやっていきます。ラインが細くなるので使う幅を狭めていきます。でこう当てるよりも横にした方が鎖骨の溝に指がフィットします。で今度は脇の下に行きたいんですけど、一旦鎖骨のラインをたどります。でこの胸鎖関節、胸骨と鎖骨の関節、ここも結構ね疲れが溜まってるのでここやってあげます。肩凝ってる人とか腕がだるいとかいう人はここほぐしてあげると気持ちいいです。どうですか？最高ですありがとうございます。ここから広げてあげるようにします。鎖骨の下はね、鎖骨がリンパもあるのでリンパも流す、そんなイメージもしてあげるといいです。でここまで来たら方向を変えて脇の下に流し込んでいきます。おお。でここはね、骨格見ると分かるんですけど骨がないんですよ、奥まで。なので結構奥狙うようにしてあげるとしっかり流されてるなっていう感じがすると思います。で最後にもう一回四肢全体、広い面を使って流してあげます。で最後は両方一緒に開いてあげて脇の下に流し込む。こんな感じです。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますのでよかったら活用してください。ヤオミミをよろしくお願いします。